鹿児島地方気象台は今日、桜の開花を発表しました。去年より5日遅く、平年より3日遅い開花です。また、県内各地の桜の名所では、見ごろを迎えているところもあり、花見を楽しむ人もいました。今日午前、鹿児島地方気象台の職員が、鹿児島市東郡本町にあるソメイヨシノの標本木を観測しました。6輪、開いていることを、観測しましたので、開花を発表したいと思います。桜の開花は去年より5日遅く、平年より3日遅くなりました。今週の初め頃まではまだですね、1輪も、開花してないような状況だったんですが、こう 2,3 日でですね、急速にですね、ちょっと、開花開いてくるんですね、花が多くなってきたような状況ですね。鹿児島地方気象台は1週間から10日ほどで満開を迎えるということです。桜の名所の一つ、鹿児島市の甲突川沿いでは、鹿児島市が今日から来月14日まで決められた場所で牡蠣が使える花見期間としていますが、まだつぼみや数輪咲いた桜の木がほとんどとなっています。お花見に来ました。本当だったらもうちょっとこの時期になったら咲くかなって思いながら来たんですけど、いや、あんまり桜が咲いてなかったから普通のご飯食べてた。甲突川沿いの桜の見頃は来月12日になる見込みです。一方、南九州市の知覧特攻平和会館周辺ではおよそ600本のソメイヨシノが見頃を迎えています。東京から来ました。鹿児島もすごい見事で、東京ではまだ咲いてないので、なんかすごくこうもう見せられてます。今日は南九州市観光協会によりますと、明日には満開を迎え、来週いっぱいは楽しめるということです。こちら霧島市の霧島高原国民休養地にはおよそ1000本の桜があり、週末にも満開になるということです。さらに霧島市の丸岡公園ではおよそ2000本のソメイヨシノが満開間近となっています。今週末は桜の花見が楽しめそうです。